今回は GeForce の RTX4070Ti を購入いたしましたんで、前も使っていた2060スーパーと比べてどれくらい速いんかテストをしてみたいと思います。なお使用する動画ソフトはダヴィンチリゾルブスタディオ、つまり優勝版ですね。なおこれまでの経過なんですけども、1070と RTX2060 スーパー使ってきたんですけども、ちょっと遅くなってきたというふうに感じたんで、パソコンを更新しました。でついでに 4070Ti を買いましたので、そのエンコード性能を検証してみたいと思います。ゲーム性能とはいっぱい動画出てますんで、ゲーム性能に関しては FPS ですね、それに関しては他の動画を見てもらったらいいと思うんですけども、ダヴィンチリゾルブの、エンコード性能に絞って検証してみました。こちらが今回検証に使用した PC のシステム構成です。 CPU が 13700K で、チップセットが Z790 ですね。あとは、コルセアの 850W とか、SSD とかでも普通の構成だと思います。グラフィックボードがパリットの GeForce RTX4070 Gaming Pro で、2060の方が前使っていた Zotac の GeForce RTX2060 Super です。ミドルハイぐらいの、比較的標準的な構成だと思います。汎用性の高い構成だというふうに考えます。でこちらが、RTX2060 Super と 4070Ti の、設計の差ですね。クーダーコアの数が違ったりとかなんですけど、特徴的なのが、4070Ti でいつも言われている、サーバーが狭くってメモリ周りが弱いっていう、容量は 12GB あるんで、ギリギリ、最低限はあるんだと思うんですけど、40シリーズ全てで言われている、弱い、全ては言い過ぎですね、下の方で言われているのがちょっとネックかなと思います。でエンコーダーに関しては、今回の、ポイントになるのはエンコーダーなんですけども、2060スーパー7世代が1個ですね。で3060とかも30世代も7世代が1個です。で 4070Ti は第8世代が2つですね、デュアルですね。4070以下はですね、4060、4070は第8世代が1個なんですけど、 4070Ti 以上は第8世代が2つ載ってます。でこちらがソフトウェアですね。で、Windows 11のホームで、ダヴィンチリゾルブスタディオ、18.5 なんでパブリックベータなんですけれども、いわゆる優勝版です。で、素材は 4K の 30fps の動画ですね。GoPro で撮ってる、いつも撮ってる、ヘリの動画です。で、長さが9分7秒のものを使っています。でちょっとビジでも見にくいんで申し訳ないんですけれども、コーデックで、H264 と265。4070は AV1 の、エンコードもできるんですけど、2060の方がハードウェアでのエンコードができませんので、264と265だけで比較しました。でですね、見てもらったらわかるんですけど、9分7秒のクリップをエンコードするのにかかる時間がこれぐらいで、2060と、4070Ti は、全て4070の方が早いんですよね。当たり前だと思います。全く演算機能が性能が違いますんでね、だいたい3倍ぐらいの演算性能がありますので、早いんですけど、意外と違わないかなというのが、正直なところで寂しいですね。ちょっとね、3割ぐらい早いんで、だいぶ違うんですけど、それでもこの程度かっていう、世代が違ってデュアルなのにこの程度かっていうのは正直。総評はこんな感じになります。4070Ti は間違いなく早いのは早いです。当たり前ですね、12万ですからね、全然、高いので、それでも値段は下がってきてると思うし、4060、4070Ti、4070、4080、4090で、買うとしたらやっぱり4070Ti か4090どっちかだと思うんですが、
なんでまあコスパとしては悪くないと思うんですけど、まあそれは40世代で比較したら悪くないんであって、それは今までのまあ昔の基準に比べたらすごい高いので、まあどうなんかなっていう感じはありますね。まあ、ゲーム性能は多分全く違うんで、まあ今あんまり最近ゲームしてないので、ちょっとそこは未検証だし、僕はあんま関係ないんですけど、まあこれだけのために この4070Ti 買うんかと言われると、ちょっとそれはどうかなっていう感じでしたね。まあただこれはダヴィンチリゾルブの、まあ標準設定での、まあエンコードの速度がこうなったっていうことで、まあ他のソフトだったら違うかもしれないし、まあきちっとデュアルエンコードに対応したらもう少し速くなる可能性はあるんだろうと思います。